皆さんこんにちは、モレノです。本日はロビン5先生についてレビューしていきます。現在の作成コストが4万コインです。非常に安価です。おそらくほとんど手持ちでできる方が多いんじゃないですかね。まあ本当にね、作ってみようかなという価格なので、ちょっと今回ねどれぐらいできるかっていうのは楽しみですね。で、能力値も見ていくとかなり強いです。スペース86もあって、で今回2つのバージョンがあって、ディフェンス特化の方を選んでいます。まあなぜかというと、おそらく5センチのボディタイプ183センチで結構大柄な選手なんですよ。で、その上スキルムーブ逆足3ということを考えると、前のポジションで使うよりも、まあ後ろのポジションで使う方がおすすめなのかなと思い、守備的な5センチにしています。で、ワークレートはハイハイですね。ここをまあ中盤に置くには最高のワークレートだと思います。利き足左足の3スター3スターです。で、ここはね、1個ね、スキルムーブ逆足っていうのは、中盤の選手だったり、バックラインの選手でそんなにいらないとはお伝えしますが、もちろんね、4あればよかったなと思います。で、今回、ケミストリー2種類試しました。アンカー、エンジンを試しています。理由としては、まずアンカーで、ディフェンス的な、ケミストリー試します。シャドウも一つ選択肢だと思います。で、またなぜエンジンにしたかというと、やっぱりゴセンスっていうのは結構ドリブルが重い選手なので、そこのドリブルを最大化するという意味でエンジンもつけています。正解はないと思いますが、どこが適正ポジションかによってつけていくケミストリー絶対変わると思うので、そこをお伝えできればなと思います。アーリクロス持ちです。で、今回使っていくチームこちらです。あともう一つ伝え忘れた、ゴセンスマジでケミ難民です。本当にチームに入れるのが難しいですね。僕の場合メールを無理やり右サイド左サイドバックに置いてますが、本当にケミ難民なんで、そこはね、サブとして使っていくのかが、ちょっと1個ポイントになるかなと思います。で、使っていった1442のセンターミート CDM ですね。で、ここを両方試してます。攻撃時上がらないと、バランスオフェンスの時、この時はアンカーを使用しています。で、もう1個ポジションとしては、サイドバック、おそらくね、この選手の適性352のウィングバックとかだと思うんですけど、僕自身があんまりウィングバックのフォーメーションは得意ではないので、サイドバックでそのままどういう動きを見せるのかっていうのも一個見ていきたいポイントですね。という感じで始めていきます。では5センス見ていきます。この CDN の選手が5センスですね。やっぱりね、この選手、ドリブルは良くないです。どういうドリブルをするかというと、テオエルナンデスとか、あとタベルニエとかもにはよるんですけど、どちらかというとサイドバックのドリブルをするなと思ったんですよ。ちょっとがっちりしてるにもかかわらずスピード感がある、軽くはないっていう感じですね。どちらかというと本当にスピードが活かせる場面、スペースがある場面でスピードを活かすようなドリブルをするなと思いました。重かったです。で、それがまず一つ直結してくるんですけど、やっぱりそういったボディタイプの選手はストライカーじゃなくて CDM に置いたら結構微妙ですね。去年のタベルニエとかもそうなんですけど、あとはテオエルなんですよ、中盤起用するとそうなるんですけど、適正じゃないなと思うんですよ。なんか決してね、ポジション乗りが悪いわけでもないし、パスも出せないことはないですし、全体的に CDM として悪くはなかったんですけど、本当に期待値を超えなかったな。この能力で、能力値が非常に高いじゃないですか、この5センスって。能力値が非常に高い分、期待値が大きかった分、それを超える強さっていうのは全く感じなかったですね。やっぱりもう少し動かしやすい選手だったり、それこそホガラとかと比べても、その積極性というか、ここ詰められるみたいな感じの動きっていうのも5センスには見られなかったですね。で、ステイバックで使っていきましたが、もし CDM に置くなら、それでも置きたいのであれば、バランスにした方がいいと思います。どちらかというと、本当にただ守備をさせるだけっていうよりは、このハイハイワークレートを活かして、その前にも後ろにも両方のポジション取りをしてくれる役割をさせるのがいいかなと思いました。ここら辺のね、ボールダッシュとかも素晴らしいものは持ってるんですけどね。ここをトリガーで、基本的にトリガーで走らせてたんですけど、悪くなってですね、ここはちょっと収めてほしかったんですよね。こういうところですよね、結局。でもああいうのが収められないと、どうしてもやっぱ CDM スペースがない中、そこまでスピードを生かすというよりは、狭いスペースでワンタッチワンタッチパスをしていくっていう感じ
で、生きるポジションなので、ゴセンスは適正じゃないなと思いました。では最後ゴセンスまとめていきます。現在の値段が4万コインですね。まず値段に対して見合ってるかという話に関しては4万コインなのでとりあえず試す価値はあると思います。ただ、正直僕自身が作るかって言われたら微妙ですね。なぜならまあ先ほどもお伝えしたようにやっぱり CDM としてセンターミッドとして適正って全くないなと思いました。あんまり強いとは思わなかったですね。じゃあ、どこで使えば強いのっていう話をするとサイドバックで1試合だけ使ったんですけどかなり強かったです。もしサイドバックに置けるのであればサイドバックだったらウィングバック352の左ミッドとかも最高だと思います。ここら辺がね彼の適性になるのかなと思います。そのポジションに置けるのであればこの4万コインっていうのはもう結構破格レベルに安いと思います。まあ本当にチーム状況ですね。で、ゴセンスに関してはそれこそケミストリーがすごくいい選手ではないのでそこもちょっと引っかかるかなと思っています。思いましたね。セリエで組むかあとは左バックラームとかを置かないと多分ケミストリー的に置けないので、難しい選手だなと思いました。ただ4万コインなんでねちょっと気になってる方はもう試してみてもいいと思います。いやかなり安いです。このレベルの選手なんで。で、今回ケミストリーアンカーとエンジンをつけていきましたがCDM やらせるなら僕はエンジンの方がいいなと思いました。もうディフェンスタッツっていうのは結構十分にあるので、どちらかというとゴセンスの役割としては攻撃的な CDM になると思いますのでってなった時にやっぱドリブルそしてパスもねなんかアンカーつけてる時数値的には悪くないんでしょうけど超微妙だなと思ったので、エンジンつけるのがいいと思います。で、サイドバックだったり CDM 本当にもう守備的にさせますっていうのはシャドウがいいと思います。特にサイドバックかなウィングバックサイドバックで使うならシャドウをつけるのが面白いと思いますという感じですね。で、アトランタやっぱりねイリシチのすげえ強化版とか出てきたら面白いんでしょうけど現状の選手無理やるとねザバダのカードそんな悪くないですけどやっぱりケミスリー難しいな。無理やり右サイドバックメール置いてましたけど決して強いとは言えないのでケミスリー落ちてしまうのでそこら辺ねどうリンクさせるかだと思います。で、一つの案としてはこのラームそれこそこのラームを使って、彼をこのラームのボランチってめちゃくちゃに強いんですよ。本当カンテレベルに僕強いと思っててこのラームと左ミッド左バックで4-5-1で緑線つなげられるじゃないですか。このラームを中盤に置いてゴセンスを CDM に置くこれはめちゃくちゃありだと思います。それこそラームをトレフカで持ってる運のいい方とかは作ってもいいんです。これはね面白いと思う。あとは置き方としてはここら辺のアイコン左サイドバック特にねあとはサネッティとかもプティとかもそうですけどここら辺の選手って中盤適性すごいあるんですよ。このプティもそうですけど全然ねゴセンスを置くよりもいいと思います。特に守備的な CDM としてはこのプティは結構やれますので。で、このサネッティに関してもねちょっとね逆スキル2なのは若干気になりますけどやっぱ数値的にはいいものを持ってるのでここら辺で、もう一人ドイツ人もしくはセリエの選手とつなげるのが理想なのかなと思います。ただ、どうしてもアイコンを使うってなると、無理に使う選手ではないのかなと、思いますので、気になる方いれば4万コインなのでぜひ作ってみてくださいという感じで終えていきます。という感じで、次のレビューはコロナやろうと思ってます。セスコロナやろうと思っています。ジノラ、デンベレに関しても取ってあるんで、どっかしらのタイミングで上げられたらなと思いますので、この土日で頑張っていろいろ編集してやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、インナーの方引き続きよろしくお願いします。ではまた。